皆さんこんにちは。アンの茶道生活へようこそ。今私はどこにいると思いますか？いつもとなんだか風景が違うと感じませんか？実は今サンフランシスコに来ています。どうして突然アメリカに？と思いでしょう。娘が第一子の出産をするために3ヶ月間そのお手伝いにやってきました。外国で出産するってちょっぴり不安じゃないですか。なので10時間を超える飛行時間で飛んできました。太平洋をまたいで日本から8000キロ以上も離れたアメリカですが、ここでも茶の湯の文化はいろんな方々によって伝えられています。この3ヶ月間10日に一度は和服を着て友人と食事に出かけたり、お茶室に伺わせていただきました。海外で茶の湯を楽しむ、茶道を続けるってたやすいことではありません。お抹茶やお菓子を買うのはもちろんのこと、茶道具だって簡単に手に入るわけではありません。畳や筑波、日本庭園を作るのも大変なことです。だからといって茶の湯を楽しむことができないとも言えないのです。例えば今回友人のとしこさんが茶事に招いてくださいました。この筑波を見てください。このような素晴らしいアイデアがところどころで光っていました。彼女の DIY センスの高さがうかがえます。席入りの後、茶会席が始まりました。せっかくカリフォルニアにいらしたのだから、ここの土地らしいものをということで、なんとお汁に使われたのはアボカドです。これが意外にもお味噌に合うのです。お料理のセンスにもときめいてしまいました。アメリカで新鮮なお刺身や日本の季節の食材は手に入りづらいとはいえ、地元の旬の食材を使って気持ちを込めて手を加えれば、同じように美味しいお料理がいただけるのです。おもがしや干菓子は社中のひろみさんの手作りだそうです。見た目はもちろん、お味もお店で買ってきたレベルです。手に入らないからできないではなく、手に入らないなら自分で作ろう、その精神に頭が下がります。続けてお濃茶とお酢をいただき、ご亭主と連客の皆さんと楽しい時間を過ごしました。アメリカに来てることさえ忘れてしまいそうな、完全に和文化に包まれた、そんなひとときでした。この他にもひろこさんやひとみさん、あきこさんに純子さんの家にお招きをいただき、おいしいお茶をいただいてまいりました。日本から遠く離れたこのアメリカで、その日本と何ら変わらない時間を過ごせたことに感動さえ覚えます。そしてこの地で茶の湯の文化を伝承している皆さんに心より敬意を表します。サンフランシスコでの茶の湯でこんな面白いエピソードがありました。ある朝、とし子さんとカフェでお茶しようという話になって、お互いに車が止めやすいお店を探したものの見つからず、私がドリンクを買って公園で会わないと LINE をしたら、なんと彼女からの返事は、じゃあポットにお湯を入れて茶箱を持っていくねって。それならば私は畳を持っていくよと返しました。その結果がこの野立ての映像です。思いつきの予定変更のため、二人ともジーンズ姿ですが、青空の下、広々とした公園の中、新鮮な空気とともにいただく一服は、これまた格別な美味しさでした。まさに気楽に茶道をですね。毎年サンフランシスコに来るたびに、ゴールデンゲートブリッジを通ると、いつかここをバックにお茶を立てたいと思っていました。今回、ついにその願いを実現してきました。多くのアーティストにカバーされているスタンダードナンバーの思い出のサンフランシスコ、別名金のサンフランシスコと放題があるように、この街は霧がよく発生します。霧が発生するとバックのゴールデンゲートブリッジは映像に映りにくくなります。今日のように晴れ渡った青空は実はちょっとラッキーで、富士山での野立てを思い出します。本当についてるね。コロナの影響でいろいろな制限が課せられ、気軽に旅に出れなくなりました。今日はせっかくの機会なので、映像を通して
皆さんにサンフランシスコ周辺をご案内したいと思います。今私がいる場所はサオサリートの町、サンフランシスコからゴールデンゲートブリッジを渡ったリゾート地です。親戚に会いに来たついでにランチを食べに来ました。このお店では地元の新鮮な食材を使ったハンバーガーがいただけます。お店の名前はナパバレーバーガー。ナパバレーはカリフォルニアワインの産地の一つ、そのナパの上質なワインを提供されています。私は車の運転があるのでお酒は控えて、クラシックバーガーとフライドオニオンを注文しました。さあ食事を置いてサンフランシスコに戻りましょう。海の向こうにあるビル群がサンフランシスコの中心地です。その手前に見える小さな島はアルカトラズ島。アメリカの歴史上最も有名なギャングアルカポネが収監されていたことでも有名な刑務所です。今は定番の観光名所となっています。このゴールデンゲートブリッジを渡ればサンフランシスコです。まずはグレース大聖堂に寄ってみましょう。この教会は1849年カリフォルニアでゴールドラッシュが始まった翌年に小さな礼拝堂として建てられました。その後世界中から冒険家たちが富をつかもうと金の発見と採鉱に集まり、人口の増加とともに大聖堂へと改築が行われています。そして1906年に起きた大規模な地震で倒壊し、今目の前にあるゴシック様式の大聖堂は40年近い年月をかけて建築され、1964年に完成した建物です。聖堂内に差し込むステンドグラスの光や壁画は見事な美しさですが、今日は残念ながら閉まっているため次の場所に参りましょう。この豪華で立派な建物は市庁舎です。このエリアはシビックセンターと呼ばれ、サンフランシスコの環状機関の所在地であり、文化の中心地でもあります。世界クラスの作品が上演されるオペラハウスやシンフォニーホール、それと1万8000点を超える美術品を所蔵するアジア美術館など、芸術と文化、それと美しい建築物を楽しむことができます。視聴者の中を見てください。この中央のドームの高さは世界で5番目を誇るそうです。そしてこの階段や優雅な建物、中世の大聖堂を思わせる雰囲気はありませんか？入り口から入った大広間は結婚式場として開放されています。そのためここでは連日結婚式を挙げるカップルを見ることができます。マリリン・モンローと大リーガーのジョー・ディマジオの結婚式もここで執り行われたそうです。さて町全体が起伏のある坂道として有名なサンフランシスコ、場所によってはジェットコースター気分が味わえます。坂の途中で停車するときは必ず前の車と車間距離を取ります。下がってきたら怖いもんね。横をケーブルカーが通りかかりました。これもサンフランシスコの観光ガイドに必ずと言っていいほどある構図です。ちょっと高台に上がってきました。私の後ろに見えるのはツインピーク。山頂からサンフランシスコの街並みを180度見渡せることができる人気スポットです。夜はライトアップされたベイブリッジやビル街など夜景を堪能することができます。もう一度下に降りてきました。今度はロマネスク様式の美しい建築物、パレス・オブ・ファインアーツです。1915年に開催されたパナマ太平洋万国博覧会の目玉の一つとして建てられました。大震災で壊滅したサンフランシスコの復興とパナマ運河の開通、太平洋発見400年を記念しての博覧会です。パレス・オブ・ファインアーツは数少ない万博の史跡で、宮殿の名にふさわしい風格のある建物はハリウッド映画の舞台としても使われています。
池の周りは散策することができるので、違う角度から景観を楽しむことができます。最後にここから38マイル走ってスタンフォード大学に行ってみましょう。赤い瓦屋根にベージュの石壁、スパニッシュコロニアル建築と呼ばれています。もともと農場地帯ということもあり、広大な敷地に緑が豊かで整然としていて美しい佇まいです。言わずと知れたこの名門大学は、シリコンバレーの誕生や発展に貢献してきました。この YouTube をはじめとし、現在の私たちの生活になくてはならないパソコンやスマホ、インターネットにアプリやソフトウェア、ハイテク企業が集積するシリコンバレーのエリアにこのキャンパスがあります。正面に見える壁画が美しい建物はメモリアルチャーチと呼ばれ、卒業生にとっては人気の結婚式場であり、またスティーブ・ジョブスの追悼式が行われた場所でもあります。皆さん、いかがでしたでしょうか。コロナ禍の中、いろいろな制限はあるにしても、遠く離れたこのアメリカの地も、日本と変わらぬ日常生活が続いています。茶の湯の文化も同じように、日本と変わらぬおもてなしの心で皆様自らも楽しみ、お弟子さんたちに継承されています。今回それをカリフォルニアの継承地とともにご紹介する機会ができて嬉しいです。さあ、日本に戻ったら、今度は私が皆様をおもてなしする番です。口切りの茶事におおよその茶会、その様子はまた配信いたしますので、楽しみにお待ちくださいませ。そしてよろしければグッドボタンとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。